俺の名前は天才小学生ヤネスケ。お寿司が大好物だ。おいしい。俺寿司屋を開いてみたいな。あんた寿司屋舐めてるでしょ。寿司握るには最低でも10年必要って言われてんだからね。オリジナル寿司とか作ったら面白いだろうな。そんなこと言ってる暇があったら大逆だな。うん、一つ目が小学生の握った寿司、二つ目が大将の握った寿司だな。これは簡単簡単。逆だ。どうぞ。たった一日でこんなうまい寿司が握れるのは最良だ。ありがとうございます。お前の握った寿司でお客さんを笑顔にするんだぞ。大将、今までありがとうございました。イーストリゲージ喧嘩じゃないの。ヤンキーの小学生は喧嘩じゃなくて遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチームの勝ちだ。1番目の試合はイーストリゲームだ。よーいスタート。俺に起こせ。すいません兄貴、俺の方が先です。俺の先です。勝者紫組。くそ、足元にも及ばないわね。2番目はケシピントマスだ。姉貴はケシピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男なら突っ張れ。来い。一人じゃダメでも三人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キイちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけー。もう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい。 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを。その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者万事組。新番長はヤネスケだ。ありがとな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの？いやだー。おどれもらえないか。嫌いなってるぞ。Woo!
計画通りお母さんの行動パターンを予測して先手を打っておいたのさ。断りづらいわね。あ、ただいま、夏祭り行くよ。お母さん？ん？お祭り、屋上来い、ブサイクママより。まあ、行ってみるか。わー、すごい屋台だ。なんだここ。はい。うわ、お待たせしました。バンカラ夏祭りよ。あ、エネスケ君のお母さん。でもバンカラってどういう意味だ。何やってんだよ、俺はもう帰れ。何やってんですか、金子さん。ここは学校の屋上ですよ、出てってください。いいから、みんな楽しくするわよ。まずは金子射的。私を倒せば効果低減よ。すげー。やります。楽しそう。先生見て見て。よし、もう一回だ。残念。次は俺の番だ。ずるいだろ。こうなったら。できた。これで俺の勝利だ。おれ。どうなってんだよ。はい、4発撃ったから400円です。ひどい。キーコ傾きよ。あえーキーコ棒踊り。キーコ輪投げ。それうわー。はぁ、そしたら最後はキーコ救いよ。キーコを救ったら豪華景品もらいます。ピチ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 。はぁ、よし。ピチ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 。はぁ、花壊れちゃったわね。100円。もうこんなの無理よ。重いんだったら2人で力を合わせよう。あらま、破れちゃったわね。600円。おかしいだろ。こうなったら。できた。このババアを捕まえろ。おりゃー。こんなんじゃ捕らえられないわよ。私の解放者ね。うわー。やった、俺たちの勝利だ。ヤネちゃんやるじゃない、私の負けよ。じゃあこの景品もらっても。もちろんだわ、お祭りじゃない。やった。私はこの夏祭りを通じて大人の汚さ、そして仲間の大切さを教えたかったのよ。お母さん、みんなやったぞ。イエーイ。お母さんありがとう。おい、なんだこれ、全部空じゃないか。だから言ったじゃない、これはバンカラ夏祭り、全てが空っぽなのよ。あ、お財布がカラッカラだからバカラでも行こうかしらね。ただいま。おかえり。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫、来てないから。玄関にはね。よし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 。
にしなさいよ。これはスプラトゥーンね。そうだな、色を塗って敵を倒した方が勝ちみたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何汚せんだよ。角町の角町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間にまたたためしを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服だっさ。黙れ、ほら、早く乗れ。じろじろ見んな、ほら、早く帰れ。ほらほら、さっさと帰れ。ダサじゃねえ、お前、早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ、今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を回り出せ。はい、じゃあみんなよろしく。明日の約束、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はい。まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1、2、3、57、58、59、60、61。5円チョコが61個、合計305円。おかしいなおかしいな。いや、セールで買ったので一つ4円だった気が。いいわけするな、タイムマシン。あ、次ユウト。僕は持ってきてません。ふーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は。ボッシュル。次、ゴンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。ボッシュル。次、ヤネスケ。はい。はい、注目。これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、あ、
これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディーは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい、先生がガム切ったらダメなんだ。マッシーだー。おい、言えばは、はい、チュートイレ休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいからついてきて。ヤネスケ待ってて。うん。まだ？もうバスの時間遅れるって。ヤネスケ、聞いた。残念ながら1秒過ぎました。出発しまーす。ちょっと待ってあちゃ、もう帰ろっか。やだ。あ、そうだ、ヒッチハイクしてみる。おい、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足行けないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し、 SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生、遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日は大縄跳びをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや、1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回頑張れ、私が頑張れ、いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く跳べ。おい、誰だよ。今のはユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたってもお昼ご飯食べられないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユウト。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。返事は。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。なんだお前ら、さっきのふぬけた表情から変わったな。行くぞ。コンジュリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく一定のリズムで。ラジャー990、もう少しだ。頑張れ。995996997998。あー、ごめん、手が疲れて離しちゃった。てめえ、よくも。おい、なんだお前ら、やめろー。
大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。ハッピー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 、みんなでメイクアグーライ。洗濯物みたいなワイナーハッテ。マッミーマッミー息子で一儲け。お小遣いはなしのブラックなハッテ。